ではこの1週間で MBS がニュースディグに配信したニュースのアクセスランキングをご紹介します。第10位はこちらのニュースです。続いて第9位はこちら。第8位はこちらです。第7位はこちらでした。第6位はこちらのニュースです。南座の正面にヒノキの看板が掲げられます。歌舞伎役者の名前は丸みを帯びた隙間が少ない鑑定流という書体で書かれていて、客席が隙間なく埋まるようにという願いが込められています。吉例顔見世興行は東西の人気歌舞伎役者が一堂に会する恒例行事で、今年は13代目市川團十郎白猿さんが襲名披露し、長男の8代目市川新之助さんが初舞台を踏みます。この度、團十郎という名前になりまして、南座で襲名披露をご覧いただきたいと思います。公演は来月1日からです。さらに今週の注目のニュースがこちらです。店内に並べられるお弁当の数々、ハンバーグ弁当にとんかつ弁当、どれもボリューム満点です。しかもその値段なんと200円からと激安。まあ安いしね、量も豊富やしね、美味しいから来るから。200円って書いてるのが熱すぎて、ご飯にも合うしおつまみにも合うし、もうバッチコイです。 JR 京橋駅から徒歩6分、京橋中央商店街にある三代目かっちゃん。お腹も心も満たしてくれる小さなお弁当屋さんを定点観測しました。 MBS の記者が徹底取材した特集、ニュースディグで全編公開しています。 QR コードからアプリをダウンロードして、さまざまな記事をぜひご覧ください。 MBS ニュースディグをどうぞよろしくお願いします。ダウンロードしてね。そして第5位はこちらです。2000年に総工費176億円をかけオープンした成馬の海の時空間。江戸時代の日垣海戦を復元した木造船が目玉でしたが、入場者数が伸び悩み10年前に閉館しました。その後この10年で総額7000万円ほどの維持費がかかっていましたが、3度目の公募の結果、今日ようやく新たな事業予定者が決定。観光支援などを手掛ける大阪市のシンフォニックスリール社で、月額およそ198万円の賃料で年内にも正式契約する予定です。一番大きな理由としては、万博とあと大阪 IR ですね、時期的な後期かなというのを思っております。でプラスこの大阪港湾エリア自体というのは非常に魅力的というかポテンシャルが高いと。万博の時期をめどに日垣海戦を活用した体験型の博物館やメディカルツーリズムに特化した施設を開業するということです。この決定に横山市長は、決まった以上は本当に素晴らしいスポットに、新しい拠点にしていただきたいと、お期待しかありません。第4位はこのニュースでした。第3位はこちらのニュース。午前10時40分ごろ、神戸市中央区北野町にあるレストラン北野クラブで、従業員から男性が撮影中に転落したと消防に通報がありました。警察などによりますと、20代とみられる男性カメラマンが建物の3階部分にあたる屋上からおよそ9メートル下の路上に転落、意識不明の状態で病院に運ばれました。当時屋上では結婚式を控えたカップルの撮影が行われていて、男性がビデオ撮影しながら後ろに下がったところ転落したということです。屋上は市内を見渡せる芝生の広がるフォトスポットで、転落した部分に柵はなかったということです。警察は当時の状況を詳しく調べています。
続いて第2位はこちら。日本最大の湖琵琶湖、近畿4府県およそ1500万人の飲み水などとして生活や産業を支えています。しかし今朝8時50分時点で水位は基準のマイナス66センチを記録、おととし11月に記録したマイナス69センチ以来の低水準だということです。県によりますと降水量の減少が原因とみられ、9月は例年のおよそ半分、10月は例年の7割程度にとどまっています。そして湖畔にはこんな影響も。これが坂本城の石垣なんです。普通の水だったらこのくらいまで水位がありますからね。だから全然見えないんですね。織田信長が明智光秀に築かせた坂本城、普段は湖の底に沈んでいる石垣が水位が低くなったため水上に出現しているのです。滋賀県民としてはね、あんまり水が減るのは困るんです。しかし我々石を勉強しているものはこういったものが出てきたら嬉しいですよね。だから私の気持ちは嬉し悲し。滋賀県知事も危機感を示しています。これ以上減る場合、例えばマイナス90センチになれば、超えていくような状況になれば取水制限というようなこともお願いしなければならなくなります。県は今日、水位が標準的な水位より65センチ以上下回った場合に開く水位低下連絡調整会議を設置、環境や生活への影響を調査し今後の対応を決めるとしています。そして最も多く見られたニュースはこちらでした。 MBS ニュースディグ1週間のアクセスランキングでした。